蓋開けてみるともう半数以上の方がチャレンジコースです。そうなんだ。水と水が一番その組み合わせ教えてくれるのやばいですね。あの5回でこう引くか引かないかみたいな駆け引きをしてる様子を見て僕はご飯食べて俺たちの開けたま10連をあれ一発にしてるんですか。ここからはですね、ゲームウェブのお三方実はガチャ以外のお仕事も、まあ、いろいろやってるんですよ。別にガチャの仕事だけやってるわけじゃないです。ガチャだけの人じゃないんですか。ガチャだけ違うんですか。そうなんですよ。まあ、今までね、あのガチャいろんなことやられてきてるんで、まあ、ガチャ以外もたくさんお仕事してるということで、まあ、ここからはちょっとですね、その他の仕事についても、まあ、いくつかピックアップしたお話を伺っていければと思います。はい、なるほど。はい、そんなコーナーでございますけど、じゃあまず、もひさんからですね、もひさん今までやった仕事、まあ、いくつかね、いろいろあるんですけど、まあ、いくつかちょっと、はい、あの出してみましたんで、こちら。出ますかね。さあ、結構じゃない。こうなってます。すごくないですか、もひさん。もひさんが考えてやったものもあるし、まあ、さっき言ったようにもひさんが開発者として作った、その企画したわけじゃないんだけど開発者として作ったみたいなのもありますし、はい、まあ、いろいろあるんですよね。で、結構ね、大きいのが多いかなみたいなのもあるんですけど、なんか気になるのとかありますか、はい、全部音声元キャラ変更って最近のやつですか。そうですね。これめっちゃいい。これ神機能っすよ。神機能、本当にありがたいんですよ。特にガチャゲンラックとか高い人、これマジで神機能なんですよ。探すの大変でしたもんね、聞いたやつから。もう、ま、俺はモンスポットっすね。いや、モンスポットってもうなんか今のモンストのゲームからなんかまたちょっと違うようなゲームが、うん、そうですよね、派生した部分じゃないですか。なんかモンスポットをこういうのを実装しようみたいになったきっかけとか、うん、今司法とかだっても必須のものになってるわけじゃないですか、はい、欲しいですよね。そう、これどうですか、マスター。モンスポットは、まあ、僕がやりたいって言い出したわけじゃないんですけど、まあ、あの企画内で、位置情報を使った何か要素が欲しいねみたいな流れで、じゃあ考えてください、はいどうぞってなったっていう感じですかね。そうで、モンスターがいろいろ細かいことね、条件で考えたりとか、はい、で、まあ、なんかこう、アンテナを刺すとか、こう手法とか、こうなんだろう、ゲーム的な要素を仕様はすごい思いつくんですけど、うん、いやそもそも地図ってどうやって出すの。あ、なるほど。いや、どうすりゃいいの、どっから地図データを引っ張ってくりゃいいんだとかな、うん、まあ、いろいろそのなんか企画以外のところで、苦労したみたいな覚えがあって、うん、まあ、1年ぐらいはかかりましたね、開発も。あ、そんなかかるんですか。実装から1年前にはもうこの案があったってことですね。うん、そうですね。結構長いでやってましたね。すごっ。クエストストップとか、うんうん、この辺ってやっぱりあのその時間にどうしてもできないとか、なんかいろんな事情とか絡んでるじゃないですか、うん、これってやっぱユーザーの声とかも取り入れて作ったものなんですか。あ、もちろん、あの当時はこれだいぶ昔に作ったやつなんですけど、まあ、もちろん書庫もないし、食いバタやりたかったらその降臨時間に合わせて時間を作らねばならんっていう時代だったんで、まあ、なんかのこう救済措置として別の時間でもできるのがあったらいいなみたいなのがもちろんありつつ、でもう一個の狙いだったのがこう誰かがストックしてたら他の人もゲストで参加できるようになったんで、まあ、そこでなんか俺これ持ってるぞみたいなこうコミュニケーションとかあるとすごいいいなみたいので、あ、なるほど、ああいう形にしました。まさにそうなったっすもんね。なってます、なりました、持ってるよって。いろいろやってますね、もひさん、うん、すごい、もう全部じゃん。うん、なんか全部に言う、全部に言う、はい、全部やってる。これ以外あるパッと、うん、全部やってる。いっぱいある、いっぱいある、いっぱいある。全部手作り。ちょっとね、大きめのものはね、確かに多かった。確かに。ショコとかもそうですよね、大きいですよね、うん。じゃあ続いて、サイコさん、ね、ガチャ以外どんなお仕事してるのかなっていうの見ていきたいと思います。はいはい、こちら。人気投票ガチャ。ちょっと待って、すごい。リアクションがいいな、本当に。ちょっとめちゃめちゃ驚きました。まずだってプレイバックとかもやってで人気投票ガチャも、はい、はい、あ、いい、ありがたいな。違うよ、なんかじゃあもう一個ね、もう一個でかいの分かるよ。お話で聞いてみましょう。やばいっす、やばいっすね。どういうことなの。なんかもう何聞いたらいいか逆に分かんない。純粋に気になるのは、はい、コラボ
全般ってことですよね、はい、このコラボだけとかじゃなくて、まあ、ある程度全部コラボ、これちょっとじゃ聞いてみます。あ、そうですね、コラボはですね、もちろん自分一人が担当しているというわけではないんですが、2017年ぐらいから結構思ったら数が多いなっていうので、お仕事に他の人にちょっと多めにやってるから、はい、そうですね、はい、担当させていただいてます。やばいのかめちゃくちゃ、はい、やばいですよね、聞きたいことが多すぎる、多すぎてどうしようって多分、まあ、作品名とか出さない方がいいと思う。そうですね、ちょっとね、はい、あれなんですけど、はい、だってコラボって、まあ、僕も結構アニメ漫画とか大好きなんで、うん、ある程度その来たコラボ大体知ってるんですよね、うん、でもその人たちが本当納得するところがちゃんと出てるんですよ。はい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 、でなんか SS ボイスとかも、うん、うわーここーみたいなのがすごい多いんで、あれ多分マジで好きじゃないとできないんですよ。あ、そうですね、ボイス確かに。どうですか、じゃあコラボやるときになんかその、ね、そういうのをやっぱ作ろうみたいなのが多分モンスの中であると思います。はい、そうですね、コラボの担当になった企画が何をやるかというと、キャラクター決めだったり、今おっしゃっていただいたストライクショットのセリフ決めだったり、あとは、ステージ中の演出だったりっていうところと、なんとかミッションとかってよくやらせていただいてるんですけど、ああいったものも、担当することが多いです。でもさ、あれですよね、さっき言ってましたけど、はい、なんか好きじゃないというかね、うん、いや、そうそう、できなくないみたいな話あるんですけど、とんでもないぐらい好きじゃない人、ね、全部でもじゃあね、全部好きなものばっかやってるってことね。あ、そうですね、基本的にはその作品が好きな企画が担当したり。ああ、なるほど。じゃあそれは聞くってことですか、これ好きな人とか、はい、あ、そうです、その通り、その通りです。社内でもその作品のファンの方とかってたくさんいるので聞いたりとか、あとは企画でもちろん、漫画アニメ全部読んだりっていう形でいつも進めてますね、はい、自分自身でもすごい一緒、その、はいはいはい、まあ、もしくは全部わかんないと勉強して、あとからほど、で、まあ、知ってる人にいたら聞いて、はい、っていうのをこうすごいしっかりやって、そういうことがズレがないようになるんです。あ、でもこれ納得ですね、毎回好きな人入ってんだとか予想でしかなかったんですけど、いや、そうそうそう、多分好きな人入ってんだろうなとか、でもどれもそうじゃないですか、はい、うんうん、ちゃんと入ってる、うん、作品決めは、はい、そのどういう風に決めるんですか、これをやる、ちょっとそれは、まあ、ねえ、どういうんですか、休みの日ぐらいアウトな気がしますこれはだから、なんかその、はい、もちろんね、そのいろいろこの、はい、プロモーションのタイミングでとかあると思うんですけどそれ以外になんか昔の作品を持ってきたりするわけじゃないですか。そうですね、うん、はい、それは案がその誰かから出たりとか。そうですね、もっと、まあ、偉い人が決めてるので自分は語らないんですけれども、最後さんがこれがいいっていうわけそれあたりやばいっすね結構言ってるんですけど、一つもそうなんですか、採用されたことも、ね、結構ありますよね、メンバーでこれやってほしい、はい、これやってほしいって言ってるのは確かにあったりして、そうなんだったりも、そう、全然通らない、それが通るかどうかってできるかどうかってまた別です、はい、でもストライカーカードもさ、はい、コラボでさ、はい、バチバチやばいのが入ってきたりしてるじゃないですか、はいはい、あ、ストライカーカードとか、そう、これ最後さん考えたんですか。ストライカーカードはですね、そうですね、またさっきの企画者と開発の話になるんですが、はいはい、その企画はまた別の方で、うん、開発の方は進めたんですが、あのストライカーカードのデザインだったりとか、あとあの中に戦績だったり勲章だったりをつけられるんですけれども、うん、あとキャラクターも、フレンドのキャラとは別のキャラが選べたりっていうカスタマイズ性っていうところは自分の方で企画してアップデートさせていただいてます。へー、すごい、やべえ、本当はすごい聞きたいですよね最初にこれ見せてもよかったですね、うん、ガチャ盛り上がりすぎましたね盛り上がりすぎた続いて、辻野さん、ガチャ以外、辻野さん、ね、他のお仕事見てみましょうか、こちら、うわー、やった、それじゃない、この中でそれじゃないにします確かにここでうんってそれじゃないそれじゃない、それじゃないやってるんです。辻野さんもね、本当にいろんなことやっていただいてるなということなんですけど、はい、うん、なんか気になるところ聞いてみたいことあります？いや、なんかね、これ他に聞いてみれば全体的に、うん、なんかその新規の方に優しいですよね。あー、はいはいはい、初心者の人に優しいですよね、はい、俺企画でその、うん、一から始めてモンストをやってるってのやってるんですけど、はい、全部土下座レベルやばいっす、ありがとう、はい、さっきの強化合成大成功なしになったとかも最高だったんですけど、はい、素材が、うん、そのクエストをやりたいのに、そのクエストをやるためのキャラ育成でめっちゃ時間かかるっていうのがあんま好きじゃないんですよ、はい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 、それがやばいっす。あ、確かに。ウェルカムクエストって多分知らないでしょ。ウェルカムクエストは知らないです
実はさすがだなすごいなすごいあーってやってましたけどすいません確かに分かんないマジでやばいえじゃあちょっとウェルカムクエスト聞いてみますよじゃあウェルカムクエストこれはどういうなんかこれやられたんですよね辻さんはいあのこれも企画から僕がやったもので結構頑張った一つですねウェルカムクエストっていうのはモンストをインストールした時に今までまあいわゆるチュートリアルみたいなものって、まあ、ほぼなかったと思うんですけど、そういったものをまあ改めてちゃんと置きましたというところとモンストを今の環境、まあ、結構インフレが9年間してますので、はい、今の環境でいきなりこう、まあ、例えばコラボから入ってきてあの楽しめるかって言われると楽しめない状況だったので、うんうん、そこをまあ下駄を履かせるっていう意味じゃないですけど、例えば経験値をいっぱい上げて、最低限究極に出現できるようにしたりとか、はいはい、まあ、進化用の素材を一時期上げてみたりとかそういったようなことをしつつ、まあ、ギミックも最低限教えるみたいな、うん、コンテンツにはいはい、なるほど。これ辻野さんがちょっと、ね、シロさんもおっしゃってましたけど比較的そのなんだろうなその始めたての人向けの施策をたくさんやってるなみたいなのが、うん、なんか、ね、パッと見ありますけど、ね、この辺でなんか事情あるんですか。はい、あの、まあ、冒頭にもちょっと触れたんですけど、はい、あの僕モンスター始めてまず3年目なんですけど、はいはいはい、入られてから始めた。そうですね、はい、あのミキシに入ってからなんですけどめちゃめちゃ辛かったんですよ最初、はいはい、キャラ全然集まらない素材も全然足りないスタミナもないみたいなで僕いまだにスタミナみんないあの枯渇するぐらい一生懸命こうやってて、なるほど。で、あの一問とかも僕見させていただいて相当同じ気持ちで、はい、で、まあ、もうどうにかしないといけないって思って、まあ、リーダーとして今進めているような状況。あ、その新しく始めた人に対してどういうことをやるべきかっていうのを結構プロジェクトとしてチームみたいな形でやってる。そうですね、はい、でそこから生まれた企画っていうのが、まあ、あのウェルカムクエストだったり、うん、クエストの素材集めやすくだったりとか、そっか、そういったものになって、はい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 、他にもストライカーナビでオーブ、ストライカーナビもそうですね、うん、あれは本当になんかモチベーションアップにもつながりますし、うん、回収しようみたいな、はい、そうですね、やってないクエストとかも見つけやすいな、安心しますよね、まだこんなにオーブあるんだ。そうなんです、そうですね、はい、だってこれ実装されただけ俺1000とかありましたよあれってこんな触ってたからやらなんですよ見られちゃうんですよあれ。まあ、始めた時ガチャ引きたいと思うんですけど、うん、ガチャ引くためのオーブってこうどこでどうやって出るのか、確かにね、なるほどなるほど、もらえるって聞いてもね、そうですね、誰かに教えてもらわないとわからないと思うんですけど、まあ、それをこう、まあ、パッと数字でわかりやすくっていうところがまあコンセプトになったり、まあ、既存の店のね、あの気づきになったりとかしてくれたら嬉しいなと思って入れた気分です。辻野さん、申し訳ないですけど、この気持ちを忘れないためにあんまりやらないでもらえなんか、4年に1回アンインストールして確かに忘れちゃいそうなんですよね、モンストあんまプレイしないでもらってなんか初心者にいてくれ、初心者の気持ちをスタミナ見足りないとか忘れちゃいそうですもんね。確かにいつかね、今始めたばっかりの人何が足りないか分かってるかとですもんね。そんな分かってるのはもう入社した時から忘れちゃわないんですか。あ、そうですね、あのそう入社した時から僕自分に DM でこうあの文句を言うっていう。えぇ、ー、すごい、ね、え、何それ、自分に DM で文句を、3年前の辻野さんが語りかけてくる。え、僕自分に、自分が自分宛てに DM を、まあ、社内の社内のチャットツールで、ね、自分にも送れるんですよ、はい、自分にも送れるんですけど自分に対してこう文句をこうつらつら書いてあのガチャ引けねえとかあのこんな、なんか例えばモンスター、出るか分かんないですけどモンスターニュースで中心発表とかなってもいや持ってないし関係ない俺はみたいな、あ、全然こう盛り上がれないですよね、うん、とか、まあ、そういう、まあ、一個一個の不満を、まあ、自分に DM で送って、まあ、将来の自分が解決してくれると、かっこよすぎるちょっと怖い、怖い人かもしれない、怖い話です怖い話ね、俺と反応はもうガン分かれてるここでさあ、ここまでいろいろモンストの制作秘話を聞いていきました。ゲームウェブのお三方、本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございました。さあ、ストライカー代表しまして、まあ、シロさんとザ・タッチのお二人来て、お話を聞いてみていただいたわけですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。じゃあシロさんから。はい、いや、めっちゃ楽しかったですいや、やばい、やっぱり違いますね、はい、普段疑問に思ってて、ね、こうなのかなと止まってたのが答えになって帰ってくるって、はいはいはい、やばくないですか。はい、なんでこのパート2とかでね、なんか12時間配信とかしたいですよ。いや、本当ですよ、それぐらい聞きたいことがあったっすね。なぜかここは何十人も来ましたけど、ね、でも全然いけますよね、はい、ってぐらい本当楽しかった。本当ありがとうございました。楽しかった、貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。
いやめちゃくちゃもう本当に飲みに行きたいぐらい。いや、ね、それどうにかしたら回収しようとしてるじゃないですか。いやでもなんか本当にこう、うん、まあある意味こうなんか温かみを感じたというか、うん、こう人間同士でやってんだなっていうのを、ね、かなり苦労して作ってるんだなっていうのを分かりましたね。だしこれからもちょっと楽しみですね、うん、こんなに考えてくれてんだっていうのをちょっと知れましたんで嬉しいです、それは。ありがとうございます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 。はい、ということで皆さん本当にありがとうございました。またね、10周年に向けて、まあ、今9周年ですけどもね、モンストの制作、お三方お願いできればと思いますので、よろしく、今後ともよろしくお願いします。ということで、以上、企画者さん大解剖とあるガチャの作り方でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。